どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はですね、ポケモンのサン&ムーン、サンムーン、ポケモンサンムーンというところで流れている曲、岡崎体育さん、初めてです、岡崎体育さんね、君の冒険、こちらのポケモンの曲をやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョン、後半はキレッキレのあの疾走感、かっこいいバージョン、やってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、ポケモンね、親子でこの曲やりませんか。音楽苦手だけど、ね、みんなで歌いたいなというその夢、ウクレレさんが叶えてくれますよ。ウクレレはですね、楽器が苦手だなと思っている方にとっては本当最高の楽器でございまして、簡単なんですよ。弦も4本しかないし、はい。だから、他の楽器に比べたらもう本当にハードル低いです。あとちっちゃいんで、いつでもどこでもこうソファーの脇にパッと置いておいて手に取れるっていうのと、あとね、公園に持って行ったら、ピクニックに持って行ったりできますからね、ぜひ始めてください。だけどね、簡単だけど奥も深いですからね、めちゃくちゃこれ面白い楽器ですから、ぜひ音楽人生始めましょう。はい、もう、今ご覧になってる YouTube で、このガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんできるようになりますからね、もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通り動画と一緒にウクレレ触ってるだけで、私今できてるじゃないってなりますから、はい、YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでもちょっとした隙間でね、これ音楽ができる、しかも無料、これはやった方がいいですよ。皆さん楽しいからね。あ、じゃあリンクここにあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今まで私が取りためたありとあらゆる音楽が700曲以上もうアップロードされています。全部ウクレレで簡単にできるようにしたレッスン動画になってます。超簡単バージョン。アニメソングはもちろん最新 J-POP から夏メロから定番の J-POP から洋楽もある、ハワイアンソングもある、映画の曲もある、アニメソングもある。もうね。はい。さっきのリンク先の下の方に行くと、検索できたり、ジャンルボックスから探せたりできるようになってますんで、ぜひやってみましょう。いろんな曲を。さあ、行きますよ。君の冒険。まずはシンプル簡単、魔女の方からやってみます。ワン、ツー、スリー。見たことない、やったことないを恐れないで。さあ、フューチャーヒーロー、走るんだ。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のはですね、多分オープニングのこの長さのだと思いますので、ここまでバッチリやっちゃいましょう。はい。テロップでできるようになったら、次は自分でノートに書き出す。そのノートを書いて自分だけでやってみる。これをお勧めします。で、その時の参考になるように私のノートを見せようと思うんですけど、ちょっとね、こう、今日はロックの曲なんで、ロックっていうか疾走感満載の曲って結構ここが詰まっちゃって、いっぱい、長くて1ページに入らないんで、倍で書いてありますから、はい、これでいつものね、長さこれですかね、これ、CCCCG7G4 回ずつ弾いていきます。はい、ちょっと字が小さくなっちゃいますけど、こんな感じです。あとこの下にね、伸ばすとか、こう、いろいろ書いてありますが、はい、指令が書いてあります。
こんなの参考しながら。じゃあ一時停止で、ちょっと字が小さいな。だからこれ、動画の中のテロップを見た方がいいかもしれませんが、一応こんな感じで書いてますということです。この波はメロディーラインを書いたりとか、ガズレレならではの工夫がしてある。皆さんそれぞれ考えてください。じゃあどうぞ一時停止。はい、ここまでビーメロだね。はい。はい。で、ここがサビということですね。最後戻ったところ。この辺のコードね。この辺、あとちょっと解説しますからね。はい。一時停止か。まあ、テロップと見合わせた方がいいかな。ちょっとね、字がいっぱい詰まってるからね。はい。じゃあ、出てくるコード、どんどん今日解説しますよ。C、Am、F、D、D7、G7、E7、Em7。これはまさに出た教科書のそのまんま。これはですね、この8個のコードなんですけど、いっぱいあるように思うでしょ。ドン！これです。ガズレレ必須コード。必須コードっていうのはですね、何かというと、音楽やろうと思った時にコードを覚えなきゃいけないんですよね。で、そのコードっていうのは、本当に星の数ほどあって、もう数えきれないぐらいあるんですよ。それ全部覚えようと思ったら、やっぱ大変だなと思うじゃないですか。でも、このウクレレで音楽やろうと思った時に、ウクレレとものすごく仲良しの、ものすごくウクレレにとって便利で、ものすごくこう、使えるコードのグループがあります。それをガズレレ必須コードと呼んでるんですけど、8個あるんですよ。それ今日全部出てきました。おめでとうございます。オールスター勢揃いでございます。はい。その8個のコードを、1個ずつは簡単なんですけどね、8個いっぺんに覚えようと思うと結構大変なんですけど、私が以前めっちゃわかりやすく解説する動画、ここに貼っておきます。ここでこの8個のコード覚えてくださいね、これ。全部出てきます。今日これいいチャンスだと思いますよ。お父さんお母さんもキッズたちも、この8個のコード基本覚えてください。はい。そういうことですね。で、今日1個面白いコードが出てきます。これね、C。AUG、小文字の AUG で、C、オーギュメントというらしい。4弦の1、これ簡単でしょ？どこで出てくるかっていうサビの、ここですね。その夢はいつまでも忘れない。ここの Am の次のここですね、C。これはね、びっくりするぐらい簡単です。Am がここでしょ？ C、AUG ってこの1個ずつ、ここです。これ1個だけね。はい。これ覚えておいてください、C、AUG。おっと思わないでくださいね、これ。はい。それを使ってこの曲がかっこよく仕上げていこうと思います。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入りますけど、コード進行は一緒。リズムです。やっぱり違いの。まずですね、伸ばしたりとかすることがいっぱいあるんですけども、それはテロップで書いておくんだけど、基本的にはこれです。8ビートのチャというリズムで、すごい疾走感。前にグイ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 、もうポケモンみたいな感じで進むやつです。こんな感じです。これでいこうと思います。この疾走感はやるんですけど、これね、今回ね、この B メロのところ、くたびれるまで学んでんところとか、あと感想ですね。イントロのサビが終わった後の感想で、この、ここにも書いてあるんですけど、ダウンビートっていうのが、ダウンビートね。ダウンビートっていうのはね、尺を長くとも、ちょっと聞いててくださいね。さっきの8ビートのチャは、ダウンビートっていうのは大きくとるから、ダウンダカタカタ。これが入る。これは、つまり16ビートになっちゃうんですよね。16ビートで、ダカスタスタスタ。ちょっと難しいリズムです。このダウンビートっていうのは、一応16ビートのチャということになると思いますが、そのゆっくり弾くようなところが、そのイントロ終わりの感想と B メロなんですよ。B メロってこうです。くたびれるまで学んで、くなくなるまで遊んで、こんな大きいでしょ、リズムが。ドンとこ、タンつった、ドタつった、パン。こういう風になるのが一応ダウンビート。まあ、これでも16ビートのチャということになりますね。あとですね、サビとか、サビの最後のとことか、サビに行く手前の B メロのとことか、これが入るんですよ。だったったら、切っていくやつ。誰にも描けない君のサビの最後ね、冒険だ、一歩、これ、パッパッパーって止まってるじゃないですか。これ、カッティングでこう、左手見て。左手をパッと触って止めてるんですよ。カットしてる音。これをカッティングと言います。これできる人はやってみましょう。これカッティングですね。ちょっとこうメリハリをつけるために、このバッ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 、これ、コードによって止める手がね、難しいんです。C とか難しい。はい。動画の中では、そのカッティングのところ、こんな感じで、ダッ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 って書いてみます。ダッ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 。カッティングのことを、これ指してますから。はい。この辺の3つのリズムです。まずは8ビートのチャ、ダウンビートで出てくる16ビートのチャ、カッティング、この3つの弾き方、
ここにリンク貼ってきます。これは動画でこの弾き方マスターしてほしいんですけど、まあ、今のこのリンク先は、ガズレレホームページの1枚でウクレレでできるリズムのいろいろという1ページなんですけど、その中からこの3つのリズムを探して練習してもらいたいです。で、なんですけど、全然わからない方はまず普通のエイトビートっていうのをマスターしてください。そこからだんだん駆け足になってきますからね。楽しくやりましょう。カッティングっていう技は結構高難度です。皆さん。いずれできるように楽しんでやりましょう。はい。それでは、岡崎体育さんの君の冒険、ガズレレ流かっちょいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。見たことない、やったことないを恐れないで。さあ、フューチャーヒーロー、走るんだ、追い風を受けて。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。相当勢いがついたこう疾走感バンバンな感じのうわーやるぞーみたいな感じが出るといいと思うんですけどね。やっぱいろんなリズムがねこう入ってるんで難しかったら8ビートで突き進むのも、一個方法だと思います。とにかくやっぱこの歌のエネルギーをこうバーッとこうアウトプットするのが第一目的に置いとくといいと思います。皆さん楽しんで家族中で歌っちゃいましょう。ありがとうございます。はい、ガズレレね、チャンネル登録お願いしますね。音楽楽しい、ウクレレ楽しいと思った方、どんどんもう周りの人にこの楽しさを教えてあげてください。よろしくお願いします。さて、ガズレレ、いろんなことをやっております。ちょっとこれからお知らせをさせていただきます。はい、見てくれてありがとうございました。じゃあ、ご案内、どうぞ。はい、ガズレレ。まず、ガズレレ .com。こちらに、すべての最新情報載ってます。ここにリンク貼っておきます。見てください。で、今使ってるこのウクレレ。これはね、ガズのクラウドファンディング、販売型でやってる、ベトナムで作ってるハンドメイドのウクレレ。これクラウドファンディングなんですけど、ですね、もう、ほぼ商品がなくなってまして、追加され次第一応公開ということになってるんですけど、ホームページも載ってますけど、そのクラウドファンディングページ、もし気になる方、よくフォローしておいてください。私もね、そのサイトが更新されるのわからないんで、皆さんと一緒に見てる状態です。よろしくお願いします。はい。あとですね、イベント、日本全国駆け巡っておりますよ。次は、7月6日、東京、代々木公園。アースガーデンというイベントの中で、千人ガズレレ、こちらのイベントがあります。こちらはですね、入場無料、参加申請必要なし、いきなり来てください。で、5曲、もうテーマ曲を決めているんで、その 5曲を家で練習していただいて、当日11時半に代々木公園の横でみんなで練習して、12時半過ぎに、本当にいや、代々木公園の大ステージで歌うんですよ、皆さん。これはね、ぜひ参加してください。全国からお待ちしております。はい。詳細、そのことについて、ここに全部リンクまとまってますからね。確認して、ワクワクで来てください。集まってください。はい。で、7月もどんどんイベントあります。ここにザーッと書いてありますけど、まず奈良行くでしょう、奈良。その次は山梨。もうこれ、ギャーッと続いてきますんでね、もう YouTube、フォローしてください。ホームページとか YouTube とか SNS もやってますんで、よろしくお願いします。はい。あとですね、この、はい、ドーン。本をいっぱい出してるんですけど、一番新しいのはこの本です。リットミュージック社から出ている100曲入りの超簡単ウクレレレッスン。本レッスン本じゃないの、もう楽譜です。はい、楽しんで音楽やりましょう。ブログもほぼ毎日更新しております。はい、いい話ばっかり書いてますからね。そのホームページの中に書いてありますから、よろしくお願いします。それでは皆さん、楽しく音楽やりましょう。今日はこれで終わりたいと思います。さよなら、バイバイ。